ちは。こんにちは、三鷹さん。はい、今日も振り返りと、また次戦の課題と対策を各チームごとに見ていきたいと思います。はい、はい、前回、課題と対策を掲げたのがこういった内容だったんですが、うん、結果、勝ち越したチームには自白がついています。うん、こういうね、はいはい、ということで、はい、まあ、振り返っていきたいと思いますが、はい、まあ、阪神巨人、はい、まあ、阪神が先勝して、うん、まあ、連敗したんだけど、はい、佐藤の打順を変えなきゃいけないんだけど、もうすぐ変えたね。そうでしたね、7番スタートでで、まあ、打順を変えたんだけども、うん、まあ、2勝1敗と負け越したという、はい、でね、阪神はやっぱこうちょっと疲れてんな。うん、でヤクルト戦でやっぱ相当疲れてるわ。あの、あと首位に立っていると追われていてっていうのはありますか？まあ、あるだろうね。圧力というかプレッシャーというか、まあ、それと巨人に毎年弱くて、はい、やっぱ今年は五分の成績を収めそうなんだけど、うん、やっぱ巨人という意識が強いね。なるほど。やっぱ巨人に対して阪神は勝ち越さないと優勝がないっていうふうに、ん、おそらく思ってると思うんだよね。はい、やっぱり意識が強すぎる巨人に対しての、うん、で1戦目はコーコールドで、まあ、阪神が勝った、はい、で巨人がチャンスで追い上げてた時にね、うん、でやっぱ運があるな今年の阪神はと思ってたんだけど、はい、やっぱ巨人の強さ、まあ、風林火山、やっぱ山のごとく動かないという、はい、で動いた時には結果を出すというさ、はい、だから巨人はやっぱこう粘り強いね。決して打線は調子は良くないんだけど、はい、だけどまあ1戦目に坂本ウィーラーがトンネルをしてね、まあ負けにつながるエラーをしたんだけど、ちょっと立て続けに、そう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 、ありましたね、珍しい。だけど2戦目3戦目というふうにやっぱその2人が活躍躍動するという、はい、だからやっぱ精神的な強さを感じた、うん、3連戦だったね。はい、はい、ヤクルト広島、はい、あ、ちょっと待って、はい、行く前に、はい、阪神の1対0で負けた試合があるんだよ。最後の3戦目でしょうか。そうそうそう、はい、西と高橋優輝の投げ合いでね、はい、これは別動画でちょっとクローズアップしてちょっとやりたいと、はい、そうですね、クローズアップしたいことがあるのでまた別で撮りましょう、うん、ね、はい、でヤクルト広島で大胆不敵、まあ確かに1戦目の勝ち方ってさ、川端が同点タイムリー、内川がサヨナラヒットというね、うん、まあ見事な逆転劇を演じたんだけどさ、はい、やっぱ相対的にやっぱ疲れてる。まあ阪神と一緒だよ、この前戦った疲れが残ってる、うん、だからなんていうのかな、こうみんな重そうにやってた野球をね、はい、で広島、まあ、正当に戦えと、はい、いうふうに言ったんだけど、広島はこの前解説行ったからね、はい、上本にエンドランをかけてそれが点に結びついたんだよね、うん、でワンアウトランナー一塁野間、バッター西川、はい、で明らかにショートが入るポジショニングをしてるわけ、はい、野間が走った時に、はい、何にもしないんだよ、うん、で結局その試合は大道の好投で勝つんだけど、はい、やっぱもっと動いていいね広島は、うん、で動ける選手もいるし、だからもっと動いていい、はい、で動かないで点にならないんだったら動いて点にならない方が相手は嫌だから、うん、なるほど、でどっしり構えてるチームじゃないしチーム状況でもない、うん、だからもっと動けっていうふうに感じたよね。で中日 DeNA、 はい、選手の名前が入ってますまあ京田はそう大したことなかったんだけどだけどそのまあまあ一番打ったりとかしてね、はい、頑張ってて、はい、で中日の方は、まあ、勝つには勝ったんだけどさ、はい、やっぱこうもっと楽な勝ち方ができる、まあ、ピッチャーに支えられてるというかさ、うん、まあ、そういう勝ち方だったよね。で DeNA、はい、でオースティンが打たないとやっぱり勝てないという、はい、で DeNA の方は森という選手 が出てきてね、はい、で9回にツーアウトからヒットを打って盗塁を決め、佐野のヒットで帰ってきて同点で引き分けるという試合があったんだけど、はいはい、やっぱりオースティンもそうなんだけど走塁という意味で、まあその森がねああいう走ったことによって得点になる、はい、うん、だ足りない部分っていうのがよく分かったと思う3連戦だと思うんだよね。うん、だからもう一つやっぱこう走塁盗塁そういったことをやっぱ磨いてほしいなっていうふうに思ったね。はい、はい、でパ・リーグでソフトバンクムードメーカー復活、全然復活してないでも勝っちゃったみたいな、はい
どうですかね、こうチームの雰囲気的には。いや、雰囲気的には、はい、やっぱり柳田が打ったりだとか、はい、だからやっぱりムードメーカーの復活ってやっぱり柳田なんだね。うん、柳田が打つとやっぱ盛り上がるし、うん、非常にいい、まあオリックス戦だったかなっていうふうに思うよね、はい、うんうん、でオリックスの方は終盤の継投って言ってたんだけど、はい、まあ宮城を見てるとさ、やっぱり疲労もあるけど、うん、やっぱ審判との相性から、うん、やっぱコントロールが甘くなり、いいとこ取ってくれないんだよ。そうでしたね、うん、なんかこうあれっていう風な感じで投げてるのも、そう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 、だからありましたもんね、うん、だからそれからだんだん甘くなり捕まったというね、うん、だからあの山本で初戦取っただけにさ、あのオリックスがもったいない、うん、この3連戦だったかなっていう、はい、こうソフトバンクを突き放す、もっと苦しめる、そういう3連戦にしたかったと思うけども、はい、逆にやり返されたというね、うん、まあやっぱり底力があるわソフトバンクはね、はいはい、ロッテ日本ハム、はい、まあ、伊藤にやられたな、ロッテは。伊藤で狂った、はい、うん、打線が、はい、で、まあ、藤原恭太、まあ、活躍したよ。そうですね、うん、活躍したけども、はい、全体的なその打線のつながりっていうものが少し欠けてきてるかなっていうふうに、うん、じゃあこうちょっと勢いが少し収まりつつある。そうだね、そう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 、はい、だから、まあ、正念場だよね、はい、その勢いを止めたくないですもんね。そうそうそう、せっかくこう浮上してきてますので。そうそう、だからオールスターだとか、はい、まあ、オリンピックで期間が空く、それまで の, あの戦い、あと 2,3 戦、はい、ここやっぱ勝負だよね、ロッテはね、はい、で日本ハム、はい、軌道、まあ、奇襲とか、はい、まあ、そういうことを言ったんだけども、だけど若手が頑張ったかなっていうふうに思うよくね。で頑張り出してきてる、あのだからいい傾向になってきてるよ日本ハム、うん、だからもう継続してほしいと思う、はい、はい、で楽天、西武、先取点、先取点、はい、なかなかやっぱ取れないね。そうですね、うん、まあ確かに西武の打線はさ素晴らしいから、うん、だから先に失点をしてしまうっていうことはあるんだけども、はい、でもまあ粘り込んだかなって思うけどね、うんうん、だけどなんかこうすっきりしないんだよね、うん、すっきりしないけども、その中で住谷がそうですねスリーラン打ったりだとか、うん、はい、まあ、鈴木大地がスリーラン打って、うん、まあ、チームを救ったというね、はい、まあ、そういう試合だった、うん、で西武は軌道修正、はい、やっぱり浮上するためには何かを変えていかなきゃいけない、うん、でも山川が多少当たってきたかなっていう、はい、そうですね、うん、ちょっと復調の兆しが、うん、だから西武ってもともとホームランが多いチームなのにさ、うん、まあやっぱこう少なくなってる、まあその中で足を使いとか言ってたんだけど、はい、山川が当たってきてホームランを打ってくれると楽になってくれるね、うん、軌道修正ができるようになってきて、はい、だからまあそういう、まあ星を分けたけどね、はい、うん、だからまあこういう戦い方だったよね、はい、はい、そして次ですね、次ね、次への課題ですよ、次への課題、いいですか。じゃあ次の対戦はこのようになっています、はい、巨人ヤクルト、はい、で巨人は阪神の3戦目に1対0で勝った、うん、もうみんな必死だったと思うんだよね、はい、でそういうさ1対0を勝ち取ったっていうのはさ、チームに何が生まれるかというと、みんなが打つとかみんなが活躍する、そういうことよりも1対0でみんなで勝ったっていうのは一体感が生まれたと思う、はい、またそのスコアが1対0っていうのもまた重要なんですよね。重要で、やっぱ それだけやっぱ緊張感がものすごくこう続くっていうわけだから、うん、はい、それを乗り越えて首位攻防戦勝ち越して帰ってきた、ここに生まれたのがやっぱり一体感だよ、うん、だから巨人はヤクルトをおそらく食うと思う。でヤクルトはどういうことになってるかというと、やっぱり疲労が来てる、はい、先ほどもね、そう言ってましたが、で村上が多少当たりが止まってる、うん、だから村上もうが頑張らないとダメだということだよ。もう村上選手にかかってるって言ってもいい、もうヤクルトは村上のチームと言ってもいいぐらい、やっぱ村上の存在っていうのはもうでかいから、うん、だからここがやっぱ頑張らなきゃダメだということだ、はい、はい、で阪神 DeNA、はい、阪神に求めたいものは慎重さ、うん、これは、はい、まあ、例えば1対0で負けた1点を失うシーンね、はい、で北村に対してバントだっていうのは分かってるよ、うん、
次の打者亀井がツーベース打って、はい、やっぱもうバントだけど初球バントの構えはしてないんだよね、こうやって構えて、はいはい、ね、そしたらもっと疑ってほしいんだよ。西でしょ、ストライクだったらいつでも取れる、はい、1球ボールから入ってあバントだっていう風に確認をしてもっとシュートが引けたと思うんだよ。だからそういうね慎重さ、はい、わざわざした方がいいことをちゃんとするということですね。まあそうだね、うん、やっぱやってほしい、うん、やっぱ首位のチームだけに。それと大城に打たれたシーン、はいはい、これはまた、まあ、先ほども言ったけど別動画で言うけどね、はい、だからやっぱり慎重さが求められる、うんうんうん、ね、で、まあ、疲れてる、はい、ね、でこの前 DeNA3 立て食らった、はい、危ないよ。そうですね、危ないよ、はい、で DeNA の方は再認識、再認識、うん、はい、これはやっぱ足の重要性、うーん、これ森が示してくれたと思うんだよね、はい、で3本のヒットでノーアウト満塁作ったんだよ、はい、3本のヒットだったら普通1点は取っておくよ、ね、だけど3本のヒットで満塁、ね、点にならなかった、はい、きちんと1個ずつ奪ったんですね、うん、でも2アウトから、はい、ね、ヒットを打って盗塁をして佐野のヒットで森が帰ってくる、うん、ね、だからそういう意味ではやっぱ足の重要性を再確認、はい、だから足、そういう意識した戦いをしてほしいなと思う、ここには、うん、ね、はい、で広島中日、はい、広島はもっと動いてくれ、動いた方がいいですよという、はい、ね、動ける選手が多いわけだから、うん、やっぱ動かさない手はないわけ、はい、だから打つのを、ま、ずっとベンチで待ってるんじゃなくてやっぱベンチ指導で動きを作ってほしい、うん、そしたらもっと点が入る、うん、でもっと選手たちがやりやすくなると。今相手に何をしてくるんだろうみたいなことをこう先入観に置くくらいいろんな動きをした方がいいということですよね。だからかき回せっていうことだよね。うん、そうですね、はい、で中日はやっぱ爪、爪、はい、爪の甘さがある、はい、やっぱりね勝負どころでねここ一本打っとけばね勝てたとか、チャンスがないわけではないということですね。チャンスはないわけではない、はい、でピッチャーもそう、はい、ここをもう一球いいところに投げれたらというね、なんかこう爪の甘さを感じ る、 なるほど。だからやっぱこう爪を意識してね、あの勝負を挑んでほしいと思う、はい、はい、でパ・リーグソフトバンク本領発揮、発揮ってなってます。そう、発揮みたいなことになってるけどもオリックス戦でやっぱいい戦いができたよ、はい、でつながりも打線に出てくるようになって、うん、はい、で柳田もあのギータも調子が上がってきて、はい、これが本物なのかどうかっていうのを楽天戦で見せてほしいということ。なるほど、やっぱ決めるところはバントも決める、うん、スクイズもかっちり決める、はい、だから強い時の戦い方、はい、粘って粘ってね、食らいついていって最後にひっくり返すとかさ、うん、でモイネロも調子が悪かったんだけど、うん、最後の最後で点をやらないとかさ、はい、やっぱそういう粘りも出てきているし、だからそういう意味では本領発揮、本当に実力が本物なのかっていうのを示せと、はい、もうそこのクエスチョンマークが本領発揮ってびっくりマークに変わるぐらいの、そうだよ、もうそしたらここが来たっていうことになる、はい、分かった、はい、はい、で楽天、はい、でもう説得力、説得力、はい、はい、これはやっぱ炭谷のやっぱ存在だね。うーん、でスリーランを打ち、はい、やっぱいいリードもしてる、はい、だからここに説得力が生まれてる、はい、ということはもう主戦で炭谷が確実にいけるようになったということ、うーん、ね、強敵のソフトバンクを迎えて、はい、住谷がどういう説得力を持ちリードをするか、はい、これがやっぱ楽しみだ、はい、うん、まあ、この住谷選手が楽天にこう移籍をしてきて、うん、こう住谷選手自身もこう伸び伸びというか、そうだな、すごく生き生きとしているというか、そうだね、もうジャイアンツの時はちゃんとユニフォーム着てたのにさもうね、1個開けちゃってさ、そうですね、ちょっとユニフォームの着こなし方もちょっと変わって違うよな、うん、だからまあそういうね、はい、なんていうの、自分のこう居場所っていうか、居場所というかね、はい、そういうものを出してきてるから、はい、まあいい勝負すると思うよ、うん、はい、で日本ハムオリックスで、日本ハムは躍動、躍動、これね若手がね
万波とか、はい、あのいいよ、うん、なんか躍動してきた。いくつか前の動画でこう日本ハムはこう若手の活躍が必要だっていうようなことを、うん、豊さん言ってたんですけど、うん、それがこう今現実味を帯びてきてるっていう感じですかね。そうそうそう、だからもうね、失敗を恐れずに、うん、もう本当今経験の時期だから、はい、だからもうどんどん躍動してほしい、うんうん、だからそうやってくるとチームに勢いも出てくるし、はい、明るさも出てくるし、はい、非常に暗い開幕から、うん、なんか暗い日々を過ごしてたみたいな感じがしてて最近若手を使い出して、はい、で若手がこれ躍動することによって、うん、なんか光が見える。だから若手を頑張ると、うん、いうことだよね、はい、でオリックスは耐え時、耐え時、今一番苦しい時だと思うよ、うん、やっぱ疲労も困憊してる、はい、やっぱ首位を守って、ね、折り返しを迎えたい。だけどチームの状態、バッティングの状態はあんまり良くない、はい、だから耐え時、うん、うん、だからどこまで我慢できるかだよ、うん、ね、オールスターブレイクだったりオリンピックブレイクの前もうそこまで耐えて一旦ブレイク入るっていうことですかね。だからもうこう綺麗な勝ち方とかさ、うん、そういうことは望まない、はい、もうとにかく耐えろと、はい、拾えたら儲けもんぐらいな気持ちでやっぱこう日本ハムに行かないと、日本ハム最下位だから絶対勝たなきゃいけないようじゃなくて、はい、日本ハムの方が状態的にはいいかもわかんない今、うん、ということはやっぱもう耐えて勝つということを、はい、やっぱこう心に決め込んでやってほしいと思うよね、うん、はいはい、で西武とロッテで四死球って書いてあるけど、うん、ピッチャーの四死球が多すぎるね。フォアボール出したらホームラン打たれたりとか、はい、そういうことが多いから、やっぱフォアボールというのはね、まあ、逃げてはないんだろうけど、はい、これは技術的なこともあるかもわからないけども、余分なランナーを出さないということ、だ大量点になっちゃうの西武の場合、はい、そうですね、しかもなんかこう、うん、そのポイント、あのホームラン打たれる直前にだけ2連続でフォアボールだったりとか、まあ、それ何でかわかる、ホームラン打たれる。だってフォアボール出してるから今度は勝負しなきゃいけないと思うんだよ。そうですよね、またフォアボールにならないようにって少し甘くなったりとかっていうことですよね、うん、そうそう、だから単純な理由なんだよね、はい、うん、だからそういう意味ではやっぱこうフォアボールっていうのは気をつけた方がいいということで、ロッテで相手だし、ロッテはやっぱ走っても来るし、うん、長打も打てるし、はい、だから気をつけた方がいいということね、はい、でロッテの方は先発と足、先発と足、はい、やっぱ先発ピッチャーが、うん、やっぱいかに踏ん張れるか、ゲームを作るか、はい、6回まで投げるか、6回だったら6回までしっかり投げるか、まあ、やっぱゲームを作らないと、ロッテっていうのは打線もつながってくるし、はい、ね、割といい状態では来てたんだけど、うん、だけどやっぱりピッチャーがやっぱここを西武打線相手に頑張らないと勝てませんよという、はい、それとやっぱ攻撃ではやっぱつながりを持つためにはやっぱ足を使ってほしいということね、うん、まあそういうことです、はい、ね、まあこのカードが、はい、オールスターまでのカード、うん、ね、順位がどうなるか、阪神が首位で折り返せるか、オリックスが折り返せるのか、はい、ね、まあ楽しみな一戦が待ってます、はい。